こんにちは、ぐっちです。皆さん今日もご視聴いただきありがとうございます。カーロンチャンネルではメイン車種になっているこの子、忍者 1000SX なんですけども、この子が納車されて間もなく1年が経とうとしています。とか多分これが公開されるこの1年が経っているかなと思うんですけど、1年を記念して今一度もう一度この忍者 1000SX のインプレッションをやってみたいと思いまして、今日はカメラを回してみました。まずですね、この忍者 1000SX 見てもらえば分かると思うんですけど、気になることが全部で2点、一番気になるのは2点かな。1個が赤色であること。もともとこの子は忍者 1000SX で2020年版なので、赤色っていうのはもともと公式には出てないんですが、黒グレーですね、黒グレーの車種のグレーな部分を全部今、なんだっけ、ソウルレッド、マツダのシークセイトなどで使っているソウルレッドメタリックなんたらかんたら、出してきます、テロップに出してきますけどやってます。なんでキャンディーレッドではちょっとないので、俗に言うちょっと赤色とは違うんで、ちょっともしかするとリムテープと色が違うかな、ね、その辺は仕方ないと思いますが、ちょっと深い濃いというんですかね、4層構造の、赤になっています。ちょっとねこれにはすげえお金をかけたんですよね、だいぶお金がかかりました。でもう一つ気になる点というと、後ろね、この後ろ分かりますか、上から見たら分かるかな、上から見ても分かるし前から見ても分かるんですけど、はい、フルパニアになってます。納車当初の写真を見てもらえば分かるんですけど、当時はパニアだけでした。パニアの後ろにトップケースがついて、今はフルパニアで運用しています。ここもそのソウルレッドになってるので、かなり綺麗な赤かな。ここもね、本当は緑なんですよね、これ緑、まあ買った時こう緑だったっけ、黒だった気がするんだけど緑だったかなここは確か緑だった気がする、このライン。はい、改めてこうやってね、忍者 1000SX を見ると、まあ、単純に一言言うとかっこいい、もうこれだけで、ね、もうなんかうちにもいろんなバイクあるんですけど、この子がやっぱり一番かっこいい。ほらほらほら、下から見てもね、なかなかこんな感じで見ないけどかっこいいです。で1年間でどんなカスタマイズをしたかっていうのを今回ちょっとずつ紹介していこうと思うんですけど、はい、バーエンドめっちゃ赤でしょ、これ高いんですよ、これも買いました。はいはい、これも赤ね、赤 USB もね赤なんですよ、 USB も赤、危ない危ない、赤を指してまして、これサインハウスさんの、いい込みじゃないですよ、サインハウスさんのスマホホルダー、これ納車の時はねシルバーやったんですよ。で塗ったんじゃなくて ZX25R を購入した時に黒色を買ったので交換しました。こっちが黒色を使っていますと。で、ブルースカイシーさんの、ドラレコ、これもここね本当は青なんですけど、これ去年の多分こちらに出てますけど、ZX25R の動画でも一回紹介しましたが、ブラックフライデーで黒版を買いました。なんで今これ黒です。ザザザッと見渡していくとやっぱ赤が多いよね。でずっと下がっていきます。でまあ最初からついてる赤というとこれか、これこのホイールキャップ、これも赤色になってます。当然後ろも赤色なってまして、ずっといきますよ。はい、キャンディーレッド、これかキャンディーレッド塗ってるんですけど、見てこの上、これこれこれがこのバイクついてます。よく見てくださいね、このねエンジンガードのところからなんかピヨーンって出ていて、これ納車の時じゃなかった、後からつけました。これ何かというとフォグランプ、フォグランプつけてます。でフォグランプをどこでスイッチ、左右に同じところにあるんですけど、ここにフォグランプのスイッチがありまして、ちょっとね分かるかな、昼間とか分かりにくいかな、ちょっとね
青に光ります。この青に光るのはちょっとかっこいいんですけどね。こんな感じでフォグランプがついてます。あとは最初からアスクルスライダーとかついてましたが、ちっちゃい、ほんとちっちゃいところの赤ね、こういうところ赤に入ってます。ドリルテープもこれなんか確かに10R かな、 10R の ZX10R の赤があったんでそいつを持ってきた。確かそんな感じだと思います。見えないところのドレスアップもしているんですけど、見えるかな、ちょっとカメラで分かりにくいかな。見えますか、見えないかな、こっちの方が見えるかな、ちょっと見づらいかもしれぬ、ちょっと見づらいかな、ちょっと見づらいかなと思うんですけど、エンジンコアガードこれね、納車の時は実はつけてなかったんですけど、後でつけました。でなんで後でつけたかっていうとね、これちょっとね多分ね分かりにくいんだけど見えるかな、もともとのエンジンコアガードって黒、シルバーなんですね。そのシルバー黒に塗って実は忍者っていうロゴを、これ見えるかな、見える見える、一瞬見えた、一瞬見えたけどもう見えなかった。あ、よく言った、すげえいい角度が今あった、一瞬の見えたと思うんですけど、忍者っていうロゴが自分でオリジナルで作ってますという感じで、全体的に赤を基調に、黒赤を基調にこの子は作っています。最近ちょっとツイッター界隈でね、赤人がなんか増えてきたんで、ちょっと差別化をせなあかんですけど、僕は赤人ですけど、どっちかというと黒赤なんで完全に赤ではないです。あのタンクも黒をそのまま活かしていて、どっちかというとおしゃれな赤かっこいい赤を目指しているので、なんか流線形というかこう後ろに流れる感じに見えませんか、ここから見ると。右下から左上に向かって流れてる、見えるように作ってます。